皆様こんにちは、中国研究鳴沢誠二です。よろしくお願いします。本日は5月10日になりますね。鶴岡八幡宮に今お参りに来ております。その中で、紹介したい場所があるですね。ここはですね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、畠山重忠公の自宅だったんですね。そういうところがあってですね、畠山重忠ですね、埼玉県深谷市出身です。私は埼玉県深谷市出身の祖母方と、その間の孫になったんですね。その中で私自身はですね、鳴沢という名字と深谷上杉家の末裔という部分の孫として、生まれました。深谷もですね、深谷上杉家というのは実は鎌倉と縁が深く、関東管領というものに実はなっておりました。そして、鎌倉の中にも有名な明月院というのがあります。今度いらっしゃったらちょっと右側の方に、門の右側の方に深谷上杉ゆかりの寺と書いてあります。そこもですね、上杉春典が建てた実はお寺なんですね。紫陽花寺ですね、有名なところです。そういったところもあって、鎌倉との縁もより深くなってくると思います。これからも頑張ってまいります。よろしくどうぞお願いいたします。